岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ、朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあ、ナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。まずはホークスの先発、和田がペイペイドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。最初は変化球できました。ボールになります。際どいコース外れました。ボール先行です。これはバットが泳ぎます。さあ4球目は何か。低め外れました。ライト方向を流しました。これはどうだ。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか？そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。ああ、なるほど。やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。これが1球目。小さく変化させました。これが2球目。高め空振り、ノーボールツーストライク。3球目は何で来るか。このフライは切りました。ファールボールです。バットに当たりません。三振。バッターは DH 佐藤。ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。打ちました。高いバウンド、サード取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ライオンズ三者凡退です。西さん、初回の攻撃、特に大事な点というとどんな点でしょうか？いや、もうとにかくね、先頭バッターですよ。まあここがね、出ると出ないは大きな違いですよ。そうですね、先頭バッターに注目しましょう。ライオンズマウンドに上がるのは先発の渡辺。さあホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは周東。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。低
めの球、ここは150キロを超えてきます。高めのボール打ちました。打球はレフトへ、レフトが取りました。バッターは2番に入っている川瀬、渡辺、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上渡辺、そしてキャッチャーは菅。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。アウトコース、あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか、膝元をつきましたが外れました。いい当たり、これはセンターへ抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。落ちる球できました。打ちました。センターに大きな打球、さあどうだ、センターオーバー、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ワンアウト三塁二塁です。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね、ちょっとすっぽ抜けた感じです。外の低め見極めます。150キロ、振り遅れてますね。次が4球目、インコース詰まりました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。繋がらなかったですね。ただ次は勝負強いバッターなんでね、期待していいと思いますよ。その期待に応えてほしい近藤がバッターボックスです。手元で変化したでしょうか、まずは空振りを取ります。次が2球目、2球目打ちました。源田が抑えて3アウトチェンジです。ホークス2者残塁です。ため息に包まれたペイペイドーム、得点には至りませんでした。2回になります。ライオンズの攻撃、4番バッター渡辺、ホークス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど、さあここからどう抑えていくかも注目です。
入り、変化球わずかに外れてボール。打ちました。打球はセンターへ。シュートを抑えてワンアウト。バッターボックスには5番外崎。まずはワンアウトを取っています。これが初球。初球空振りです。アウトローを見送ってボール。低めボール。振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール。変化球タイミング合いません。スリーボールツーストライクです。次が6球目。インサイド、右中間に上がった。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。6番バッター岸、ツーアウトになっています。打ちました。三森、一塁アウト、スリーアウトです。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。2回の裏、ホークスの攻撃。バッターボックスには指名打者の中村。ホークス0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。アウトコース、低めはボール。外に決まりました。ツーボールツーストライクです。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。バッターは7番に入っている今宮。渡辺、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。2球目は何で来るか。ストライクになります。引っ張った。山村、2アウトになりました。バッターボックスは8番三森。2アウトランナーありません。
初球ヒー、弾き返した打球は左中間へ。この回ホークス三者凡退です。2回の裏0対0同点です。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。初球変化球は空振りです。これが2球目、ボールになります。切れました、ファールボール。打ちました、またファウル。これはどうだ、ファーストの左抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス西川、ヒットでランナーを一塁に置いています。バントの構えでバッテリーを警戒させます。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたい。送ります、打ち上げてしまいました。一塁送球します、アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ初球は何か、まずはボールから入りました。外の低め見極めます。ストライク、高めに手が出てしまった。さあ追い込みました。ファウルになります。このピンチ空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。初球手を出していきましたがバットには当たりません。さあ2球目は何か、外低めの球、ここはあっという間に追い込んでいます。さあ外してくるのか、外れました。4球目は何で来るか、アウトコースはこれは外れた。空振り三振、ここは投げ勝ちました。ピンチをしのぎました。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権をね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。初球ボール、
ールになります。ボール先行です。高めちょっと外れたか。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。そうですね。さあ何を狙っていくか。外れてボール。次が5球目。打ちました。ボテボテ。サードが前に来る。アウト。ワンアウト。さあホークス一打先制のチャンスです。まずは先制して主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには川瀬が入っています。ここはバントを警戒。打った。ポール際切れました。入っていれば先制というところでした。3球目打ちました。左中間に大きな打球。センター下がる。抜ければ先制ですが、セカンドランナーホームイン。ホークス1点を先制しました。センターオーバーのタイムリーヒット。1対0。ホークス試合の主導権を握ります。初球打ち、ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。ちょっと相手ピッチャーを助けちゃいましたね。まあただ次が彼なんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。このチャンスに期待がかかる山川が打席に入っています。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。落ちる球を見極めました。外、これは外れた。5球目は何で来るか。真ん中打ちました。切りました。ファールボールです。6球目は何で来るか。引っ張った。サードが前に来る。1塁へ送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ホークス見事な攻撃でした。3回終わって1対0、ホークス先制です。4回に入っていきます。追いかけるライオンズの攻撃。バッターボックス源田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ホークス1点リードで迎える4回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を不意にしないようにしたいですよね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。これが3球目。
打ちました、流しました、ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターは今日 DH に入っている佐藤。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。緩いボール決まっています。次が2球目、高めいっぱいに決まります。ノーボール2ストライクです。ファウルになります。ここもファウルです。これが5球目。ライト方向を流しました。ライン際へ打ち上げています。ライト掴んで2アウト。バッターボックス渡辺、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。2アウトになっています。でしたよね、はい、高めストレート外れてボール。惜しいボールでしたね、はい、外のストレートわずかに外れてボール。外の低めです。ツーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、ホークスが1点をリードしています。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。打席には5番バッター近藤。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、内野フライに打ち取られています。ホークス1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。さあ3球目は何か。低め見送っています。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは今日 DH に入っている中村。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。渡辺、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振り、ボールになります。いい当たり、取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。バッターボックス今宮、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。低めに外れてボール。
打ちました。これはショートの左抜けました。ランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー一塁。これはスタート決めました。ファールボール、牽制セーフ。この低いボールは外れます。入りました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。引っ張った、あっと取れない。ホークスチャンスになりました。ツーアウト二塁一塁。初球空振りです。さてバッターボックスの甲斐、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。ああそうですか。低め、これは外れた。これが4球目。真ん中打った、ファースト取った。そのまま一塁に入ってスリーアウト。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。4回終わって1対0ホークスが1点をリードしています。里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。まあボールがいいコースに来てますから、このイニングをしっかり抑えれればそのまま完投もあるかもしれませんね。はい、先発ピッチャー最後まで投げ切ってほしい。ここも空振り。外へのボールは入りません。さあ勝負してくるのか。インサイド落ちました。ファウルになります。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。高めに外れます。次が勝負ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。これもファウル。際どいコース外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打った、これはどう、ライン際、フェア、フェアです。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあホークス同点のランナーを背負った場面です。まあこういった場面をしっかりゼロで切り抜けられるかが重要ですからね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の和田、この状況にどう対応してくるか。ファウルです。次もスライダーでいいんじゃないですかね。なるほど。さあ何を選択してくるか。
アウトコース、これは見送ってボールです。さあ仕留められるか。変化球打った、高いバウンド、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあそして打席には山村が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここをもう一踏ん張りしてリードを守ってこの回終わりたいですよね。なるほど、そうですね。初球打ち、これは距離が足りないか。さあバックホームするか。さあ同点のランナーがタッチアップ。さあそしてバッターボックスには西川が入っています。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。まあここをもう一踏ん張りしてリードを守ってこの回終わりたいですよね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。打ち上げた、このフライ左に切れます。緩いボール、しっかりと見極めました。ファウルボールです。さあ5球目は何か。低め外れています。平行カウント、外の球打った、サードの左、一塁アウト、これで3アウト。同点のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0、ホークスが1点差を守っています。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。これは低いところに持ってきました。引っ張った、高いバウンド、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。打順は2番川瀬、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。勝負強さを発揮してくれましたよね。はい、初球打ち、このフライは切れそうだ。高めストライクになります。ノーボールツーストライク。次が3球目、打ちました、レフトへ打球伸びる。バッターボックスには3番柳田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。高め打ちました、切れました、ファールボールです。これが2球目、アウトロー外れます。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。バッターよく見ました。打ちました、この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。5回終わって1対0、ホークスが1点をリードしています。ペイペイドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるライオンズの攻撃、バッターは9番杉、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ホークス1点リードで迎える6回です。
さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあこっから落ち着いて自分のピッチングできるかですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ボールになります。アウトコース打ちました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには代打の陽川。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね。この起用に応えたい。アウトコース空振りです。低めの球ストライク。あっという間に2ストライクです。チェンジアップは入りません。打ちました。ファウルになります。この高めは外れます。高めのボール、ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスには2番源田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。緩いボール空振り。2球目打ちました。ここはフライになっています。三森が掴んで3アウトです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはホークスです。6回の裏、さあホークス、この回は4番から始まります。山川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ホークス1点リードで迎える6回の攻撃です。さあ2球目は何か。アウトロー見送ってボール。改めてお聞きします。バッターの山川、打ちました。取りました。一塁送球アウト、ワンアウト。打順は5番近藤。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。まずはワンアウトを取っています。高め外れました。ボールになります。
インサイド落ちました。ファウルになります。ボールになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは DH 中村。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ピッチャーライナーです。この回ホークス三者凡退です。6回終了1対0、ホークスが1点をリードしています。里崎さん、ここまで無失点、見事な投球ですよね。まあ本当そうですよね。素晴らしいピッチングだと思いますね。まあおそらくイメージ通りなんじゃないですかね。はい、この投球どこまで続けることができるんでしょうか。空振りになります。はい、ストレートわずかに外れてボール。さあ4球目は何か。外外れてボール。次が5球目。強い当たり弾いた。ボールを拾ってアウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは4番渡辺。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。里崎さん、どうでしょうかね。まあそろそろ疲れもね出てくる頃ですから、どこまで投げさせるかですよね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。変化球持ってきました。打ちました。これはどうだ。ツーアウトになりました。バッターボックスには5番殿崎。ここはチェンジアップですよね。さっき打たれたボールをどう使うかですよね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、ホークスが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ホークスの攻撃に入ります。初球ボール、低めの球ストライク。力のあるストレートですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。5球目は何で来るか。この高めは外れます。何で来るか。見逃して三振になります。
ワンアウトです。打順は8番井森。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。渡辺、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。2球目打ちました。下がっていく。ボール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。インサイド落ちました。またファウル。アウトコース打ちました。源田が掴んで2アウト。打席には9番バッター甲斐。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトになっています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。初球ストライク。低めの際どいところですが外れています。痛烈。これはスタート切りました。ファールボールです。次が4球目。ここもファールです。ボールカウントは1ボール2ストライクです。これが7球目。低め外れました。フルカウントです。打ちました。取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。7回終わって1対0、ホークスが1点をリードしています。8回の表、ライオンズの攻撃は6番レフト岸。まず打ちをついてきました。内への変化球は決まりません。ボール先行です。3球目は何で来るか。インコース決まりました。4球目は何で来るか。低めの変化球は外れました。引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。バッターは7番山村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっとどうでしょう、疲れも見え始めたようです。次が2球目。インコース決まった。
力のあるストレートですよね。はい、アウトコース空振りストライク、ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。難しいバウンド、セカンド取る、アウト、ツーアウト。100球を超えていますが、まだ続投するでしょうか。バッターボックスは8番西川。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、サードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ピッチャー球のキレが落ちてきました。里崎さん、苦しくなってきてますかね。明らかに球威が落ちてきてますよね。もう替え時だと思いますよね。なるほど。さあベンチはどう判断してくるか。インロー見送っています。ボールになります。ボールになります。決まってストライク、スリーボールツーストライク。これが6球目。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、ホークスが1点をリードしています。8回の裏、ホークスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。背番号19、佐藤が2番手としてコールされています。バッターは周東。今日はまだ当たりがありません。ホークス1点リードで迎える8回の攻撃です。西さん、試合を決定づけるにはもう1点得点が欲しいところですよね。まだこれで大丈夫というようなね、点差ではないですからね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんよね。自由自在のピッチングを見せます。ノーボールツーストライクです。ボールになります。三振です。ワンアウトです。最初は変化球できました。この球は外れています。ボール先行です。打ちました。流しました。打球はレフトへ。レフトが取りました。ツーアウトです。3番バッター柳田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。真ん中見送ってストライク。これが3球目。ボールになります。高めに決まりました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。低め見送っています。スリーボールツーストライクです。打ちました。ショートが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。9回、里崎さん、この場面でのピッチングですが、非常に緊張感のある勝負になりそうですね。そうですね。まあ点差がさほどないですから、慎重に攻めてもらいたいですね。ここで点を取られると一気に分からなくなりますから。そうですね。非常にアウトコース打ちました。この打球はフライになっています。今宮が抑えています。ワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。
先ほどの打席はセンターフライに倒れています。初球打ちセンターに上がった、センター掴んで2アウト。バッターは2番源田、今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。そうですよね、まあ、一発に注意してしっかり最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。低め空振り、3ボール1ストライクです。外に決まりました。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。インサイド今宮、これで3アウト、試合終了になりました。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。